最近主流になっているソルダーレスのブレッドボード。この写真はその中でも比較的小さいタイプで穴が400のタイプ。上のソルダーレスタイプと同じ配置でワンダ付けするタイプ。同じ場所に同じ部品を配置すれば同じ回路ができるようになっており、一旦ソルダーレスタイプで回路を組み実験して成功したら念のためその部品をそのままこちらに移してハンダ付けして、 振動などを受けても部品が外れることのない高級的な回路として使うという目的のもの。ソルダレスブレッドボードで回路を組んだ例、ブレッドボードとは電子回路の実験や試作をするための板のことである。プロトタイプ基板やプロトタイピング基板とも、ブレッドボードは電子回路の実験、試作、評価などに用いる。ブレッドボードというのは本来の意味は、 パンを切るときにパンを乗せる板のことである。ブレッドブレッド、ボードボードという構成の語であり、あえて日本語に訳せばパン切り用まな板といったところである。ラジオの初期からすでにラジオ愛好家たちがパン切り用の木製のブレッドボード上でカイロを作ってきた歴史があるので、ブレッドボードがカイロの実験、試作用の板という意味でも用いられるようになった。 英語圏の一般人の日常生活では、ブレッドボードといえばまずパン切り用のまな板を指している。ブレッドボードの中でも特に各種電子部品やジャンパ線を差し込むだけで、電子回路を組むことのできる、ハンダ付けが不要なタイプの基板を指す場合、1970年代には、英語では、ソーターリスブレッドボードと呼ばれていた。最近では、ハンダ付けがないものが一般的になってきて、 他のタイプはめっきり減ったので、英語でも単にブレッドボードと呼ぶことが多い。ただし、歴史的経緯も踏まえると、単にブレッドボードといった場合、試作用基板全般を差し打るため、初期の板に自力で釘を打ち付けたものから、基板からあらかじめ金属端子が多数突き出ていて、線を巻き付けるもの、ユニバーサル基板なども含むことになる。 2010年代の日本のアマチュア工作の世界では、漠然と、ブレッドボードというと、穴に素子やワイヤーを差し込むタイプをもっぱらさしていることが多い。イカ歴史を踏まえて順に解説する。いくつか分類法があるが、古いタイプも含めて、全体を外観して分類すると、差し込み式、ハンダ付け式、ワイヤーラッピング式、などと分類することも可能である。最近のものは、 ハンダ付けが必要なタイプ及び、ハンダ付けが不要のタイプ2に対別する方法がある。ソルダーレス式は、ハンダ付けが不要ということが大きな特徴である。試行錯誤のために何度も、ハンダを付けたり取ったりすると熱に弱い部品を劣化させたり壊してしまうことがあるが、ハンダ付け不要のタイプはそうならないという長所がある。1920年代の TRF 受信機、シグナル射精。 木製の板の上に組み立てられている。この時代、メーカー製の受信機ですら、木製の板の上に組み立てられていたのである。1900年代初頭のラジオ黎明期から、ラジオ愛好家たちは回路を組むのにあたり、入手しやすく安価で丈夫な木製のパンギリまな板を用いてきた。当時のラジオの部品は一つ一つが、現在のものと比べてかなり大きく、 一辺が数センチメートル、十センチメートル弱も、あるような塊のような形状の部品ばかりで、おまけに、それなりに重い部品だったので、それらを配置するのにパンギリマナ板のサイズや、丈夫さは、ちょうど良かったこと、また乾燥させた木材は、ちょうど手頃な絶縁体であることも、パンギリマナ板が選ばれた理由として挙げられる。回路の部品を配置し、ハンダ付けして、回路を作った。また画鋲を使う。 というのも一般的であった。釘を打って、それを中継ラグ端子とし、そこに部品や配線をハンダ付けしたり、線を巻きつけることで接続して、回路に関するアイデアについて試行錯誤を行うということも行われた。ブレッドボードについてのアイデアは徐々に増え、様々なタイプが登場した。 例えば1961年の米国特許 3145,483A は木製の板にバネ機能を持った部品や他の部品をあらかじめ組み付けたブレッドボードである。例えば1967年の米国特許3496,419は回路をあらかじめプリントしておくというものである。現在最も広く用いられているブレッドボードは 白い合成樹脂製の差し込み式でワンダ付け不要のタイプであるが、これは1971年にロナルド・ジェイ・ポルトガルが特許を取得したものである。歴史で解説したように、ラジオの初期の1900年から1910年代には、すでにカイロの実験やカイロの製作をする人々は、木の板に釘を打ち付けたものなどにハンダ付けを行って、カイロを製作していた。 板に釘を打ち付けるものは、ボード自体も容易に自作可能である。電子部品の小型化が進み、ユニバーサル基板方式の試作板や差し込み式が登場、普及するにつれて次第に廃れていった。現代でも面白がって作る人が少数だがいる。特に鉱石ラジオを組む場合は、今でも木の板が一番便利である。ワイヤーラッピングタイプ1970年代には、 基板に金属端子がニョキニョキと立っているものが現れていた。そこに線を巻き付けることでハンダ付けをしなくても回路を作ることができた。ユニバーサル基板と呼ばれる汎用のプリント基板、つまり電子部品を取り付けるための穴が規則的に多数並んでいて、穴周囲にハンダ付けするための銅箔膜、結果としてプリント基板しか使えないので主流である。 電子部品のリード線やワイヤー類を判断付けする必要がある。様々なタイプがあり、5番の目のように単純に穴一つとその周囲に銅白膜が並んでいて、穴と穴の導通はリード線で行うもの、あらかじめ穴が複数個でグループ化し導通しているもの、あらかじめ全ての穴と穴が5番の線のような銅白膜で全て導通していて不要な線を使用者が、 カッターで切断するもの、などがある。プリント基板方式のプロトタイピング基板の主な材質は、最近は一般に、FR-4, FR-3, FR-1、兼 FR 3, FR -3、などといった、簡便な用語で分類されている。例えば、FR-4 は、ガラス布の機材エポキシ樹脂動割積層版、FR-3 は、紙フェノール、 fr-1 は紙、機材フェノール樹脂動割積相番、兼 -3 はガラス布、ガラス腐食布機材エポキシ樹脂動割積相番、である。いずれも絶縁性がある素材である。ランドが作られている、面の数については、片面だけのもの、両面のものがある。スルーホールの周囲のランドの形状についても細かい、区別を言うと、丸型、角型がある。 穴にリード線を差し込むタイプで歴史で説明したように1971年にロナルド・ジェポルトガルが特許を取得した。特許取得から20年後にいわゆる特許切れになって誰もが自由に製造できるようになって以降に製造者が次第に増えてゆき次第に普及し始めた。現在ではソルダーレス式では差し込み式しか実際上は使われていないので 差し込み式のことをソルダーレスと呼んでしまうことが多い。ブレッドボードの図。図のものは大きく4つの区画に分かれているタイプ。赤線と青線は1体のバス。この図のものは計4組のバスがある。角は何は1、2、3と番号が振ってあり、また A、B、C、D、E とアルファベットが振ってあり、数字と アルファベットで穴を特定できるようになっているので、理解したり他者に説明することが容易である。1の行の A、B、C、D、E の穴は互いに同通しているが、2の行とはつながっていない。例えば 1A の穴と 1B の穴に差し込んだものは、互いにハンダ付けしたような状態になり、電流が流れる。が、1A は、隣の行の 2A、2B とは絶縁している。 という関係になっている。ソルダーレスタイプのブレッドボードは回路の変更が瞬時に自在にできる。素子を抜いたり刺すだけで交換することができる。また、ジャンパーワイヤーの抜き刺しで回路変更も自在である。回路の試作、実験用、また、電子回路に関する学習、教育用として広く用いられている。穴の間隔が汎用の IC の足の間隔と一致しており、 IC もそのまま差し込むことができる。複数のブレッドボードを並べて、互いに接続して用いることもできるので、大規模な回路も組むことができる。ただし、差し込み式のブレッドボードはその性質上若干の制約があり、大きな規制容量があるためだか周波回路には向かず、また、接点の抵抗のため大電流を流す回路にも向かない。ABC Oxford Dictionary ブレッドボード、プロトタイプ基板、スウィッチサイエンス、2021年1月3日、閲覧。片面 SMD プロトタイピング基板、エクール C タイプキンフラッシュ、秋月電子通称、2021年1月3日閲覧。タンジェンテソフト、ホワットイズ A、ブレッドボード、Google パテント US3145483。 A ハットグーグルパテント US349 万6419、A ハットグーグルパテント22万8136アメリカドル。ありがとうございます。